三期生桜坂加入おめでとう。これから忙しくなると思うけど頑張ってね。めっちゃこんにちは、どうもこんにちは、水キングです。そしてあー、お腹すいたな。今日の晩飯何やろ。お母さん、今日の晩飯何？え、今日和食。え、和食和食。どうもカメラマンです。喜べよ。別に言えでしょ。ショックにはならない。いや、その時は中華を食べなかったんですよ。あ、そういうことか。今回、もジャンルで言うなよ。メニューでなんか言う。間違えよ、和食、ね、和食ということで。そして水キングの住所を晒します。どうも赤ちゃん、やめてくれ。おい、マスクしててよかったよ。すごいね。いい入り、いいだけでいけるもんね。あー、よかった。この挨拶だよね。ということで、お届けがね、桜坂46、3期生全員ミークリレポン、よっしゃついに、3期生が加入して、うん、初のミーグリが本日ということです。はい、まあ、まだ現在加入が、まだ披露されてない3名に届く全員ミーグリレポになるんですけど、はい、ぜひ特大スペシャルということで皆さん見てください。はい、ということで第2部レポでお会いしましょう。さよなら。ハッスル。さあ行くぞ。第2部ありましょう。いいですか。いいですよ。一発目、一発目といえば三期生でも一発目に発表された、的野美桜ちゃん。はい、ということでですね、的野美桜ちゃんのミーグリレポ話していくんですけども、はい、的野ちゃんさ、うん、めっちゃ元気やん。え、そうなん。ちょっとおとなしそうな感じと思ってたよ、俺も。ほんで、ヤッホーって言ったよ。うん、じゃあ、はじめまして、ありがとうございます。マジか。だから、俺は、はじめまして来たから、言わなと思って。めっちゃはじめまして。普通に、はじめましてでいいんだ。めっちゃいるん。いるよ。いるんだ。めっちゃはじめまして。ああ、なるほど。じゃあ、なんかちょっと、見て笑って。いいね、いいね。やめてよ。うざ。初めて。初めてな、もう、お手柔らかにちょっと。いきなり、まあ、そうやね。うん。で、夏の近道めっちゃ良かった。あー、はいはい、確かに。いや、本当ですか、嬉しいみたいな感じで言って、あの、見てくださったんですねみたいな言われたから、そりゃ見たよみたいな。ほんで言ったら、そっからね、僕、質問したいなと思いまして。うん。ブログとかまだじゃないですか。まだ、確かに確かに。だから、的野ちゃんのさ、好きな先輩とかおるって聞いて。おー、いいね。誰だと思う。え、結構的野ちゃんの好きな先輩です。先輩ですよね。はいはいはい。はい、虹彦。だいやいや、先輩じゃないから。高野欅。はいはいはい。やすしとかじゃないですか。お前、加入して好きな先輩誰ですか。やすし。落ちるわ。落ちるやろ。まあ、あの、正解はですね、小林由依さんと羽生瑞穂さん。いやー、なるほど。かっこいい感じがするんだな。うわ、なるほど、いいよなって言って、ほんで、ミーグリ慣れたって聞いたら、ちょっとまだ緊張しますみたいな。で、俺、好きなアニメ聞きたいなと思って。よし。じゃあ、好きなアニメは聞いたんよ。文豪って知ってますかみたいな。おお、え、知らん。文豪、あの、いや、俺、知らん。知らんね。知らんかった。文豪ストレイドックスじゃない？多分。いや、わからん。文豪って言ったら、で、俺、って言ったら、なんか、わかりませんか、それが好きなんですよって言って、お時間です、出た瞬間に、あ、また来てくださーい。で、ちょっと長いんよ。あー、わかる。ちょっと赤だな、長いよ、確かに。ほんで俺も、あーみたいな感じで終わりました。いや、でも、初々しいね。めっちゃ元気。めっちゃいい。えぐいよ。文豪ストレイドックス好きなんや。らしいわ。結構なんか、まあでもおもろいっすよ、文豪ストレイドックス。あ、そうなんや。なんか、あの、登場人物が昔の作家とかの芥川龍之介の能力とかで、なんか羅生門とかまだ使って。まあ、稲妻イレブンで言ったら、あの、ミキシマックスみたいな。それやな。そういうこと。そういうこと、そういうこと、そんな感じ。こうやって合体、坂本龍馬と、あの、越前龍馬合体させて、越前龍馬、うん、それテンションの多いじゃない。何だっけ、どういう間違いするの。まあ、ということで、僕のレポは以上になります。ということで、じゃあ次、カッチャお願いします。僕、最年少。ロリチョメ、チョメ、ロリチョメよ、やめて。最年少なそれ。ラン、チョメ、チョメだ、チョメよ。ほんで、伊藤ちゃん最年少ね。まだ残り3人分からへんから今現時点で最年少。確かに。伊藤ちゃんね、伊藤ちゃん初めましてっつったら、初めまして、ヤッホーみたいな。めっちゃ明るい、めっちゃ明るい。好きすぎよ。ほんで、伊藤ちゃんの巻き髪めっちゃ好きでさ、巻き髪、なんか今の桜のメンバーとちょっと顔合わせみたいな時に使う
かな、はいはいはい、巻き髪してたやつがあるんですよ。めっちゃ可愛がって、うん、じゃあなんかこうストレートだったんですけど、うん、今日ね持ち上げて、うん、みたいな、こうなんか巻いてないけどみたいな顔をしたから、今ももちろん可愛いんですよ。ほんまにみたいな、俺が関西弁やったからちょっと関西弁かもしれないしてくれて、ほんまに可愛かったんですよ、うん、じゃあなんかめっちゃ巻くねみたいな言うときに、いやめちゃめちゃ巻いてもここら辺まで巻いてくれてええわえ、それ巻きすぎたらさ、大阪の海みたいになってまうね。なってまう、え、なってまう、なってまう、頭の上に広島焼き出てくるわ。えぐすぎるだろ広島出身やからね、ディスりすぎやろ。あ、そう、はいはいはい、なんか声出して、なんか笑いながらここであの、お時間ですって出てたんですけど、はい、ここでミーグリレポの裏で行われていた裏企画、え、いきなりお兄ちゃん選手権、最年少のね、何してんの、最年少のいとはちゃんとみおちゃん、みおちゃんもこの後またあるんですけど、はい、最年少の2人にかっちゃんの妹の座をかけて、おどちらがかっちゃんの妹にふさわしいのかという選手権争ってもらいます。いとはちゃんに お時間ですって出てる時に一回さ、お兄ちゃんって言ってくれ急によ急に、急にお時間ですって、あ、やばいと思って、うわ、一回お兄ちゃんって呼んでくれ、うん、って言いましたら、なんかお兄ちゃんみたいな、おありがとう終わりました。おわ、素晴らしいね。まとのちゃんに期待しといていいですか。そうなんですよ。でもいとはちゃんね、めっちゃ明るくて、うん、あの妹力もすごい高かったんで、これをあのミオがどんだけ超えてくるのか楽しみです。うわおわ、以上いとはちゃんでした。キモニーやな、キモニー、何言ってよ、何キモニー、はい、じゃあカメラマンくんお願いします。じゃあ僕、はい、中島ゆずきちゃん、じゃあゆちゃん、はじめましてって言って、うん、めちゃめちゃ明るいんですよ。おわぁ、はじめましてって、うん、もう手がもう早すぎてもう止まってるかのように、こうじゃん俺でなきゃ見逃しちゃうね。おぉ、手振ってたよな、うん、そう、でヤッホーってヤッホーって言って、うん、ね、今日19日じゃないですか、2日前ゆずきちゃん誕生日なんです。あ、そうや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 、そう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 、ほんで、ね、誕生日おめでとうって言って、ありがとうございます、うんうんうん、俺バースデーソング歌おうおえめきなり Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday バイ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 、もう怖い。え、ちょっと待って、ちょっと聞いてるだけでこんな怖いの初めてや。いや、大丈夫？大丈夫か？体調不良なってない？え、なってるかもしれない。なってるこれは。次体調不良って多分思いますよ。怖いで危ないで。いや一人で。これ危ないよ。はめます。え、どんな顔しました？めっちゃ笑ってた。ああ、まあよかった。唯一の救いですね。ああ、もうや。マジか。はい、以上ですね。まあ以上ですか。ということで、はい、僕皆さん、あ、お待ちかねの、はい、お待ちかねの谷口アリー、ショービーセンター、ショービー谷口アリー、ありがとう、谷口アリーちゃん来ましたよ。あんな可愛い子おる、いや、いやほら、ほんまに可愛いね。まあ本当にね、可愛いよな谷口アリーちゃん、最高なんですけど、はい、初めて行かせていただきまして、はい、めっちゃこんにちはで入りました。じゃあもうめっちゃ笑ってくれて、よかったよかったってくれて、かわいい、かっこいいわーって言って、うん、なんか、テンタおめでとう、まあ、まだね、ありがとうございます、みたいな、うん、どうやった、撮影楽しかった、お、来たえ、すっごい楽しかったですよ、みたいな、おー、いいね、夏の近道トップレベルですけどね、あー、わかるわかる、言って、ほんで、うん、嬉しい、みたいな、うん、で、ライブで聴ける日、楽しみにしてるわ、って言ったら、はい、ありがとうございます、うん、言ってくれて、で、先輩にも締めるとかおるって聞いたら、あー、はいはいはい、森田さんです、おミニミニコンビが、ミニミニミニコンビ、ちっちゃいけど谷口アリちゃんも可愛いやん、可愛い、確かにね、可愛いけどセンターみたいなと思って、ちっちゃセンター、うわ、ダブルセンターみたいな、うわー、いいね、ありありあり、あの二人最高やん、めっちゃいい、ありありアイリー、それはありありアイリー、ありありアイリー、え、マジで、ごめん、なんもねえから、なんかなかった、全然出へんかった、まだ、まだ待ってへんわ、頑張って頑張って、ほんで、じゃあ、うわしたいです、私も、ああ、はいはい、したいです、はいはい、いいね、ほんで楽しみにしてるわーって言ったら、うん、いけない、バイバイって言われてる、いきなり、いきなり、お時間です、来てたから、来てたね、バイバイって言ってくれて、バイバイ、かわいいなと思って、うん、バイバイって俺も言って終わったっつってでも可愛いな、なんかめちゃくちゃ可愛い、小動物感すごいっすね、うん、しかも谷口愛理ちゃんさ、なんて言ってもさ、顔がもう大体こんな
コニョミコニョミコニョミわかるわかる、めっちゃ可愛いな、めっちゃ可愛いマジで、はい、ああいう確かにね、ね、あたまらんたまらんと髪型もね相まってね、めっちゃいいっすね。谷口愛理ちゃんレポでした。はい、また行くね。はい、ということでですね、はい、第2部レポはこれで以上となります、はい、次第3部レポでお会いしましょう、はい、さようなら。よろしく頼む。第3部レポこの部は僕ないんですけども、はいはい、早速じゃあカメラマン君からお話をお願いします、はい、僕遠藤リゴ大本命大本命大本命の遠藤リゴちゃんが、はい、はじめましてって言ったら、うん、満面の笑みで、うん、わーないや満面の笑みでゴッドハンドとかしてほしかったよ、ね、エンドね、エンドのつながりだね、レンよそんな、マジ絶対知らんし、初めましてって言った瞬間ビガトンキャッチとかしなかった、いやしてないよ、頭でやれへんよ、最初だけでキャッチよ、ゴッドキャッチ頭でキャッチすんの。ほんで行きまして、初めましてありがとうございます、うん、って待って俺遠藤リコちゃんめっちゃ気になってて、うわずっと言ってんねなんかね、うん、本当ですか押してくださいって言われて積極的いいね、わお、うん、ほんでもうお時間出とったから早いね、ほんまる手前やって、うん、一枚やから、ねうん、ほんでそれ聞いてあーまた来るって言って終わりました。いやその押してくださいの返事は何だったっけ。じゃあ押してくださいの時もう多分終わるやろうなと思ったから、うん、どうせ次もあるしと思って、うん、でまたクルーで終わりました。はい、以上遠藤リコちゃん。ほなーかちゃんかちゃんジジモルリカー最年長だったっけ。最年長かな。ほんでまあリカはね、うん、TikTok めっちゃ見てたんですよ。うわーマジでガチリスナーガチフォローしとって、リカちゃんずっと大好きでした、うわ私も大好きみたいな、リカちゃんも言ってくれて。何それ、これちょっと、マジなのかもしれない。お笑いなし、じゃ笑いなし、私も大好き。いやいやいや絶対してガチや、誇張レポええってガチでしょ、これはガチで、マジで割と前からリカちゃんの TikTok ちょっと拝見させてもらってて、コメントとかもしてたから、マジで桜に入ってくれて嬉しいって、私も嬉しいみたいな感じで終わったんですけど、ミングル終わってから変なとこあったので、怪奇現象があって、ミングルの中で思い出してるだけめっちゃ怖いんですけど、コメントしたことないですよ。うわっ、えぇ、怖いっすよこれ、怖いっすよ、これも怖いっすよ、コメントしてないんですよ俺、だけどコメントもしてなかったって言ってんすよ。フォローはしてた、フォローはしてました、でもコメントはしたことない、コメントだけ嘘、フォローもしてたし、リカが俺のこと好きっていうのはガチなんですよ。ああコメントだけマジで嘘、なんでなんで、それはあれな、口から出ちゃうやん、もう好感度を上げたくて、うわって感じでした。はい、ありがとうございます。じゃあカメラマン君お願いします、はい、僕次、はい、また大本命小田倉レイラちゃん、おーい、本命ですね、資金置きましてですね、何よ始まる前です、本人確認してるときですね、大高レイちゃん行くときカメラマンくん過去ミズキングで行ってたんですよ。ほんでなんか一回本人確認来て、でまた戻されて、なんか次はなんか本営本部みたいなとこ、何これ VIP、 ほんでなんか繋がって、あのすいませんみたいな言われて、名前がとかなんたらかんたらみたいな言われて、聞いたらなんか名前 YouTube の名前ですよねみたいな、視聴者？スタッフ視聴者？え？何何何それ？どういうこと？ダストもダメですかって聞いたよ。うん。で、あのカメラマンくんさんの名前が YouTube の名前になってる。あ、まあまあそうや。まあそうや、そうやな。で、でもバレてしまったから、もうええわと思って。でも名前どうしようかなと思って。今回カメちゃんで行ったんですよね。カメちゃん。カメちゃん。ほんで、俺カメだけカタカナにして、ちゃんをひらがなにしてくださいって言ったんやけど、全部カタカナで。カメちゃん。何それ。もうほぼデッカちゃんや。え？はず。もうええわ。せっかく知ってるまでしたのに。もうええわ。とりあえず行きまして。嫌がらせ。ほんでヤッホーって言って。はじめまして、カメちゃんさ。地獄やん、カメちゃんさんって言われて、ほんでまた俺レイナちゃんのことずっと気になってて、はい、うわまあ怖い怖い、待ってやばっ、で気になってて、出て、うん、押しちゃってください、うわこれどうすんの、って言われまして、押すわ、出て、これえぇ、オタクラレイナちゃん、押しです。え、リコはリコはどこ行った、言っちゃったからね、これマジ、マジリコ、リコあんな積極的で、また行きますでしょ、リコあるんですよ、どんなやつ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 、どんな
両方すぎる。なんでてめえがうわ。両方ともちょっと推しでも全然俺はいいんだけど。によし。まあまあまあ。俺を奪い取ってほしいです。そっちに委ねんの何だ何それいいよね。はい、ありがとうございます。はい、ということで第3部は以上ということで、次第4部レポでお会いしましょう。さよなら。バイバイ。これは強敵だな。第4部終了。ちょっとこの部も僕はお休みなんですけども。何いや、僕枚数を積み重ねてるタイプ。あ、そういうことね。まあ先ほどの2部のレポもですね、はい、まあ、6枚4枚おお。もうなるほどね。2部だけで俺の合計枚数です。あっうん、あらららら超えてますね。ということで、はい、じゃあかっちゃんからお願いします。はい、みおちゃんお待たせー。なかー、花みおちゃん。ここではい、糸葉と争っているみおちゃんですね、うん、妹選手権。あーあー、はい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 。で、みおちゃんはじめましてー、はじめましてかっちゃんみたいな、はい、まあ、まずね、警戒心を解くために俺ダンスしてるみおちゃん、お前かっこよくて大好きでっつって、うん、なんか嬉しいみたいな言ってくれて、はい、ほんでさ、あの、はじめましてで申し訳ないけど、あの、一個お願いがありましたっつって、で、なんか、うん、みたいな。はい、来た来た。あの、ほんまに深い意味はないね。深い意味はないんやけど、はい、博多弁でお兄ちゃん大好きってなんて意味あろうと思って深い意味はない。深い意味しかないよ。深い意味はないですけど、無理やで。あの、福岡県出身で、博多弁で言うと、まあ、どないなるんやろなって好奇心で聞いたら、はい、ってもうお時間です、出てて、うん、お兄ちゃん大好きって消えてきました。うわ、その後、博多弁がくっつく予定やったんですよ。バイが来る予定やったな。バイかな、大好き、バイかな、兄ちゃん大好きってめっちゃ標準語で、バイ標準語で博多弁で言ってる。そうそうそう、博多弁のノーマルやな。が消えまして、標準語でお兄ちゃん大好きで終わりました。はい、ありがとう。結果言いましょうか、うん、おう、妹、かっちゃんの妹選手権、はい、勝者は、はい、向井と葉。嬉しないね、向井と葉ちゃんな、やったらならない、嬉しいね。かっちゃんの妹名乗れるんで、これがね、公式です。かっちゃんの妹、逆に名乗らしてもらえや。で、今回あの選ばれなかったみおちゃんなんですけども、まあ、あのかっちゃんの養生畑の方でこれからも見守っていくので、そこは安心してくださいね。はい、っていう感じでした。いやいや、お疲れ様でした。またあのリナとか覚悟しとけよと。うわ、あやん、お前覚悟しとけよと。うわ、養生畑入れる。養生畑さ、まあ、養生畑は高校生以下を、うん、まあ、あの僕が管理というか保護しているんですけども、危ない、まあ、その最年少のその施設危ないね妹になれる資格を持ってるのは、うん、まあ、最年少。約束のネバーランド。いや、そんな鬼に食わすために育ててないよ。ちょっグレースフィールド、うん、違うよ、そういうことじゃない。違う違う、保護だから、はいはいはい、ちゃんとね、うん、で、さや、お前同い年やから来てちょっと油断してたやろ。お前とかやるかもしれんぞ。さや、さやの、さや、どんでや。妹選手権油断してた。今最年少って聞いたやろ。え、桜やで。まあ今はね、いろんなとこに妹作ったやろ。あ、了解了解了解。他のメンバーにも行く可能性がありますと。さや、覚悟しろ。怖いな。じゃあカメラワークいきますか。はい、じゃあ僕次、はい、中島ゆずきちゃん、また行きましょう。お疲れー、よっちゃん、いろいろ疲れ。ありがとう。さっき、うん、あのバースデーソング歌いました。怖いなぁ、お前。最後まで歌えなかったなと思って。もうワンチャレンジ。え、もう一回歌う。なんでその思考なの。いや、だ、最後まで歌いたいもん。ほんで、ほんで、いきまして、ヤッホーって言って、ヤッホーさっきぶりって言ってくれて、おぉ、いいやいいや、じゃあ覚えてる、覚えてる。俺さっきちゃんと歌われんかったから、もう一回歌っていい。いや、ならんから。いやいやいや、おバカやろ。ただ歌えただけや。さっきよりは枚数多かったんですよ。そう、んで、もう一回歌っていいって言って、はいみたいな言ってきて、うん、もうびっくりしましたよ。そらな、マジか、こいつと。で、また、Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear ゆずきちゃん! Happy birthday to you! いけた。キモビブラートに包むんじゃなくて、オブラートに包んでください。あ、そうですか。出てます。出てた。ちょっとなんか、あの、ハッピーバースデーで、うん、ちょっとビブラート聞かしてたから。いや、違う違う違う、映っちゃった、ビブラートが。あかんよ。あかん、あかんよ。ごめんなさい、ちょっと。いやいや、さすがにキモすぎました。ほんで、あ、まあ、いけますね、続き。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。あ、よかったよかった。大人対応。ほんで、20歳って聞いて。20歳です。大人やねーって俺が言う。いやいや、エロジジやんけ。エロジジやんて。
ありがとうございますって言ってくれて、でこれからも応援するねって言って、もう時間です、で、はい、また歌ってくださいって言って、いやいや、あかんぞお前、いらんよ、やめて、またなんか遅ない、遅ない、平成しとけ、それは俺の歌声、ほんまに、ミスラヒバリぐらい上手いです、わからんな世代がじゃないんです、そのミスラヒバリのリアクション用意してなかったまた、レジェンド級のね、そうです、まだ行ってね、まだ何か歌おうかな、地獄ですということでね、アニメ好きなんでしょう、ありがとう、はい、ということで次第5部レポでお会いしましょう、さよなら、はい、ハッスル、さあ、行くぞ第5部のショー、お疲れ、僕、行っていいですか、はい、どうぞ、石森リカ、リカちゃん行かせていただきまして、多分6枚ぐらいあったんかな、おぉ、ほんで、めっちゃこんにちは入りました、おい、じゃあ、こんにちはってめっちゃ言ってきてくれて、めちゃめちゃ元気ある、元気元気、だから元気って言ったら、元気って言ってきてくれて、ほんで、夏の近道めっちゃ良かったわ、はい、ごめん、ブログとかも何も出てないから、わからんよな、今日な、夏の近道しか言うてへん、確かにね、ごめんな、まあ、ドキュメンタリーとかあったけどね、あー、ほんまやな、ほんで、本当ですかって言ってきてくれて、好きなポケモンおる、おー、いいね、じゃあポケモン、ミジュマルって言って、ミジュマル、へぇ、うん、じゃあ結構やってるんやって、うわー、かわいいよな、やってたって聞いたら、うん、あー、どういうこと、どういうこと、やってない、どういうこと、やってなくてかわいい、俺もそっから頭こんがらがって、あれ、え、やっ、うんで、ミジュマルって思って、それでミジュマル知ってるのって言って、うん、ミジュマルは可愛いなって、ほんで、珍しないな、珍しいな、ほんま聞かへんね、え、ほんとみたいなやってきて、うん、ほんで、なんかお時間です、出たから、はい、ありがとうって俺言ったね、うん、じゃあ、まだ時間あったね、うん、何が好きって言って、めっちゃ気まずいよ、気まずい、俺ありがとうって言ってんのに、ほんで、俺、ジラーチって言って、おほんで、分かった、ありがとうって言って消えたんですけど、ここで一つ怖いことあって、なになに、俺別にジラーチ好きじゃない、ミユウが好きじゃない、別にミユウもそう、もう俺小池が好きなんですけど、怖なんか、なんでジラーチって言ったん、なんでな、なんか俺もうありがとうって言ったのに、うん、なんか何が好きって聞かれたから、うん、あ、まだあるやん、で、思い浮かんだのがジラーチやった、そうさすげー好き男かよ、なんでお前怒ってんの、ちょっとびっくりしてる、今日、リカ、そう相手としか喋ってへんやんほんまや嘘嘘で、いや、ちょっとごめんな、はい、ということで、リカちゃん、ごめんね、ごめんね、終わり、ごめんね、ほんまこんな二人が、じゃあカメラマンお願いします、はい、じゃあ私、はい、またまたエンドリコちゃん、じゃあじゃあリコ、はい、おーみリコ、気まずいよこれ、なんか何が推しの、何がな、推しからさっき気まずい小田倉に行っちゃって安心してください、まあレポ聞いといてください何それ、何ですか、ほんでヤッホーとキブリーってで、リコちゃんがヤッホーありがとうございます、うん、ほんでですね、リコちゃんずっとね、うん、笑顔なんですよ、最初から最後に、うん、すごいアイドルしました、うん、はい、いいね、ほんでですね、俺リコちゃん押そうと思っててさ、マジじゃあ、レイナちゃんと、うん、あ、二人ね、押そうと思ってさ、あー、何作るの、押してくれ、うん、みたいな言ってきて、うん、もう一回言って、それほんで、押そうと思っててさーって言って、うん、うん、押してって小声で言ってきて、可愛いな、もう押そうかなと思ってたんですよ、うん、でもまだ早いなと思って、うん、ちょっと可愛い一言くれへん、いやー、何それ、その可愛さによって決めようかな、いやー、嫌やわー、誰のせいやねん、お前何厳しくないよ、審査員が言っちゃうけどな、なんで俺めっちゃ厳しいから、ほんでですね、こうやって愛してる、うん、君をずっと一緒のなななななななラブビームラブビーム言うてる、高谷のラブビーム出てた、高谷のラブビーム出てた、そんなんええんですけど、愛してるって言われて、うん、もう押しますって言ってちょろっそうだろ、ありがとうで終わりましょう、はい、遠藤リコちゃんも僕の推し、のそれで、ね、やっぱ、いつもこうやって作って後々後悔するのに、しんどなんの自分よ、ほんまに、やっぱ、田村本どう言ってんの、頑張ります、まあじゃあ、わしゃラスト言っていいですか、はい、村山さん、村山さん言ったんですけど、一言で言うと、はい、村山さんの独特な空気は流れてました、来てました、村山ワールド展開よ、ワールドもうな、トバリアル、あの呪術回戦の回のトバリアル降りてた、降りてた、トバリアル降りてたよ、そうだよ、キラコの継承者です、え、ほんまに、ほんまに出てた、え、分かるわ、キラコ感出てるよ、出てんねん、出てる、似てるんや、なんか匂いは似てる、ほんで、じゃあ行った瞬間に、はい、あ、水木さん初めましてやで、名前、名前水キングやで、やのに
水木さん。もうワールド全開やで。ほんで俺めっちゃ初めまして。ほんで初めましてこんにちは。夏の近道 MV 撮るの楽しかったって聞いたら、うん、悲しかったですけどちょっと寒かったんです。うん、あー時期がね。そうで、あそうなんやって、うん、雪がすごくて寒かったです。でそうなんって聞いたら、もうガラスかち割れそうでしたそんな冷たすぎて。うん、ほんで、そこで、あの俺はなんかガラス割れみたいにねって言ったんやけど、レーディングスイッターやってないっす。やってないんかい。まったいな。何やねん。ピーンってひらめいとったね。うん、やけど、なんかイオキちゃんのこともあり今日皆さんお分かりの通り、うん、めちゃくちゃ控えめなんですよ。そうやな。めちゃくちゃ控えめ。全然やし、うん、そう、あのほんで言えばよかったけど言ってほんでそんなにって聞いて、うん、ほんで本当ですよ、嘘じゃないです、はい、であの曲めっちゃ好きやからライブで聴くの楽しみにしてるわ、はい、みたいな感じで言って、はい、でやりますかねみたいな、わかんないですけど、うん、って言ってやるっしょ、うん、あれはおもてなし会は やるかなやるっしょ聞いて、でどうですかねみたいな、絶対来てくださいって言われたから、うん、めっちゃ行きたいよ、でも外れてるね、うん、あ、じゃあ出てください、絶対ですよ、いいですね、うん、行くわ、うん、また来てください、終わり。でもいいんちゃう、いいじゃないですか、普通に。じゃあもう今日はほんまに抑えてるって俺、ほんまに抑えてるね。じゃあほんま、あのごめんみんな、いがれた猫はあの次にしてくれでもめっちゃこんにちはの時点でもうトップやもん、あのな、めっちゃこんにちはが一番頑張ったそこでもう、もうそこでええかなって。なるほどね、次楽しみにしておいて、はい、ありがとう、はい、行きたいね、村山。じゃあ、ラストお願いします。僕ラスト、おだくらだよ、出たよ、ほんで、ロックマン、ロック、行くね、行きまして、ヤッホーって言って、うん、ヤッホーカメちゃんさん、いややな、カメちゃん俺何なれへんの、なんでなの、カメラマンくん、YouTube で知ってる、何今のカットしてるほんで、うん、レミナちゃんバイオリン弾いてる姿美しすぎるわ。おー、あー分かるよ、めっちゃやってたね、うんね、えー嬉しいって言って賞味、うんうん、博士太郎よりもうまいで、あはトップやろバカ野郎って言うバイオリンのって言うて、どんな賞味やねんお前えー嘘、褒めるのうますぎるてって言ってきて、おえー、それぐらい、え、あの子出身って分かれどこ、いやいやいや多分どこやと思う、リサーチしといてやん、うますぎるてって言ってきた、うん、ほんで星も好きって言ってたやつ、ああなんか見に行ってたよね、見に行ってたよみたいな、ほんで、はいって言ってなんか自分のほくろこうやってなんかこんなし、ここにほくろ2つついてるんですよ、うん、自分でほくろなんかこんなし、なんか多分これがほくろやと思って繋げてるんちゃうかな、もう振りやんかったんですけどね、振れよおい星みたいにそうそうそう、振りやんかったんやけど、振りやんかったんやけど、レイナちゃんは星よりも可愛いよギャロ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 チューマジギャン引きや、あー逃げてくれないなー、やばっ、やばいやばい、ほんでですね、登録者減るこれで、レイちゃんもう、もうみたいな、困ってる困ってるレイナ、ほんでかわいそうレイナ、ほんで、ほんで、輝いてる輝いてるって言って俺もうどうするんですかみたいな言ってきて、どう言うことなくなってる、かわいそう、ロックマン地獄だよこれ、この時ですよこれ、どうするんですかって言って、どうするんですか、ほんまでも押すから押すから言いまして、うん、ほんで、大好きです、もっと好きになってくださいみたいな感じで言ってきて、頑張れレーナ、いやもう、ネズタイロ好きやで、ほんまにあと名前頼む、本当ですかまだもう、カメちゃんさんもかっこいいですねみたいな、うわわわわ、言うねレーナ、ほんまに言ってんのそれ何この舐め合い、なんかこんなんなって、ほんまに言ってますよ、みたいな、ほんまそれまたねーで、またねー終わりました、やっと終わった、そう見れいだ、生きてけへんことや疲れた、グロいやめっちゃ良かった、今回のミングリの被害者2人目出ました、どうした、歌で殺されて、どこが悪いな、どこが悪い、苦しかったよ、しんどかった、俺普通に歌だけやけどな、マジで可愛いよ、何が悪い、なんか星の話しだした時からほんまに宇宙空間みたいになんか真空になった、だったな、息が苦しかった、実際酸素あった、なかった、俺が悪いこれ、体調不良になってなかった、え出てない、大丈夫、ニュースで出てない、そのせいから LINE ニュースとったの
ってな感じですね。はい、お疲れみんなお疲れはい、ということでですね、はい、桜坂46の3期生全員ミーグリレポ終わりました、うん、ありがとう。全国版の方でも、うん、またたくさんミーグリ撮ってるんで、行くんですよ。ぜひ楽しみにお待ちください。ということで、この番組のダンスの動画最年少最高コメントお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。また。